村の第6号。ここは空振り三振。サードゴロ。上沢いてスリーアウト。早々に追い込まれてしまったんですけども、粘って、内側にスライダーで絶対何かあると思って、そのぐらいの気持ちで入ってきました。今もおっしゃられてましたように、初球2球目と変化球で追い込まれて捉えたのはストレートでした。あのあたりの考えというのはいかがでしたか？もうはい、コンパクトに、スイングすることだけを心がけて、フォアボールはしている、そんな感じです。ただその結果がホームランという結果になりましたが、打った時の感触はいかがでしたか？今年はトレードがあまり飛ばない感覚だったので、入るかなっていうふうに思ってたんですけど、さすがに入りました。関東人の。そしてスタンドに飛び込んでからはファンはもちろんなんですが、宗選手ももう喜びを爆発させていらっしゃいました。あのあたりの気持ち振り返っていただけますか？いや、興奮しました。最近は、バッティングコーチの、方と一緒に、今までやってなかったような練習を、取り組んでいて、まあ、それが今日は形になったと思うので、そしてベンチでもかなり手洗い祝福を見ながら受けていましたが、あのあたり覚えてらっしゃいますか？もちろん覚えてます、はい、あんまないことなんで。印象に残っている祝福とかありましたか？いや、そんなないです石川さんとなんかそこら辺でやったのを覚えてます。石川選手とのハグも非常に印象的なホームランでしたけれども、宗選手、これが今シーズンの第1号となりました。これについても一言お願いします。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。さあ、ただチームもこれで久々の連勝ということになりました。明日以降のゲームに向けても一言お願いします。まだ試合は、40数試合残っているので、もう明日の試合ももちろんですけど、
一勝でも多く、勝てるように頑張っていきますので、ファンの皆様一丸で、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーローは勝ち越しホームラン宇部雄馬選手でした。どうぞ、どうぞ。さあ、それでは皆さん、今日のヒーロー宇部選手と一緒にハリセンやタオルを掲げて、この勝利の喜びを全員で分かち合いましょう。今日ももちろん今シーズンのキャッチフレーズポリフォーで全員で合わせますよ。皆さん、タオルの準備は OK でしょうか。それでは行きましょう。ビーツ夏の陣、明日の勝利へ、せーの、オリフォー。今夜のヒーローは宇部雄馬選手でした。ナイスバッそれでは今夜の勝利を祝いましょう。